で、まあ、セギテがやってんのにさ、そのアシストってお前は決めてるのは、おることないやろなんて。よかったな、お前。な、大河君のアシストされたときさ、俺乗り込んで、お前潰してたよ、ほんと。今回は、身内がこうやってやられたってなったらさ、それはやっぱ許せんやろ。それはわかります、はい。ああ、な、で、こんにちは、どうも、ゆうちゃんです。なんか、今日、サムネイルにもあったと思うんですけど、なんか僕がね、オーディションで、まあ、大河くんっていう方とね、喧嘩をしてしまって、なんかその、大河くん、もう足を折っちゃったんですよ。アンクルホールド。まあやりすぎたなってすごい反省はしてて、まあすごいあと批判もあったんですけど、なんかあれはやりすぎじゃないかとか、もうあそこまで行くとエンタメじゃないだとか、すごいいろんな批判を受けて、まあそれは全然受け止めて、まあ本当やりすぎて申し訳ないので今後は気をつけますって形なんですけど、なんか大河くんのお父さんを名乗る、まあ、ヤクザ、まあ、ヤクザではないんだけど、ヤクザみたいな生き方をしてる人、ガリー慎吾さんね、はい、から今すごい落とされてまして、自分なんかお前潰してやるぞと、はい、もう完全にそういったなんか脅しを今受けてまして、ガリュウさんから、はい、でもどうしようもなくて、はい、しかもなんかガリュウさんってなんか大河君のお父さんだってことで最初出てきて、それはわかるんですけど、なんか実はなんか血縁関係ないんですよね。はい、そういうのになんで関係ないのにこうやって出てきて俺あんなヤクザに詰められなきゃいけないんだと思って、まあ、正直もうどうしようかなと思って、もう今最近怖くて怖くてしょうがなくて、なんか毎日外歩くとかなんかすぐ誰かにやられるんじゃないかとか、もうビク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 しながら過ごしてて、もう精神的にもきつくて、今最近体重もかなり落ちちゃって、はい、なんでちょっと正直考えたんですけど、僕もケツ持ちっていうんですかね、はい、なんかケツ持ち出そうと思います。なんか向こうもなんかケツ持ちっていうかヤクザ出してきたんで、僕もそうやって今日はねケツ持ちを出しそうかなと思って、その僕のね一番の今ケツ持ちをしてくれてる人の事務所に今来てます、はい、でその人にちょっともう相談して、そういう八王子の人でしたっけ、ガリュウ慎吾っていうね人に脅されてますって、その人にケツ持ってもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあそのケツ持ちの人に今から会いに行きます。失礼いたします。失礼いたします。おう、はい、どうした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 、ちょっと外側のことがあって、ちょっとすぐ、ちょっとね、グーマンって来させていただきます。いいえ、どうした、どうした、どうした、すげえ真剣な顔じゃん、どうした、なんか萩原さんに相談するようなことではないんですけど、うん、なんか今実はヤクザに育てて、え、はい、ヤクザ、ヤクザ、僕とウリタさんのコラボ動画で、あの人ヤクザだ、いや、ヤクザではないんですけど、うん、なんかもうヤクザのような生き方をしてるような人、でも完全に脅し方がヤクザだったんですよ。ああ、そうだね。脅されてたもんね。お前潰してやるぞみたいな。実の父親だったら分かるんですよ。うん、でもなんで父親でもない関係のない人がああやって出てきて、なんか自分のことを脅してくるのかなと思って。ああ、俺、血縁関係ないんだ。ないみたいですね。へえ。実はないみたいな話で。で、なんでじゃあ僕のことそんなに脅すんだって思って。うん、で、ちょっとなんか、言いづらいんですけど、ちょっと、まあ、萩原さんに相談して、助けてもらうじゃないですけど、うんうんうん、はい、なんかこのままだとなんか
東京にいるとちょっと身の危険を感じて、なんかちょっと柄の悪いような人だったもんね。そうですね、なんかチャンピオンなんでしょう、ね、そうなんですよ。ただただのチンピラじゃないんですよ。一応5階級キックボクシング5階級制覇してて、で K1 とかでも結構勝ってる選手で、へー、本当実力のあるチンピラ、実力のあるチンピラで厄介なんですよね。これなんか次回オーディションにも出てくるかもしれないみたいなことですね。あ、そうなの。はい、なんかあんなのにまでなんかね、喧嘩売れたらもう嫌だなと思ってだって息子、まあ息子じゃないのか、その足、はい、足ポキっちゃったやつ、足ポキくん、ニキくんですね、とやるんでしょ。なんでそこで自称親父が出てるんですか。そうですね、もうそれがちょっとなんかあの自分としてはなんで出てくるんだろうみたいな、なんか潰してやるとかなんかで動画で言ってた、はい、今年だよね、今年ですね、はい、自分としてはそうですね、ちょっとあのうわーっていう感じで、ちょっともう最近東京歩いてても怖くて、ね、いつ誰かにやられるんじゃないかっていう怖くて、家からも出てらっしゃる。なるほど、はい、あ、そのままないんですか。そのままたぶんないんですけど、うん、なんかずっとその後なんかあの電話でやっぱめちゃめちゃ脅されて、うん、本当怖くて、まあ、準備してるかもしれないし、ね、そうですね、はい、何するか分かんないじゃないですか、ああいう人、うん、本当にすごい怖いなと。あれ、頼田さん友達なんだよ。昔知り合いだったみたいな話はしてたんですけど、でもなんか聞いた感じ頼田さんより多分年齢上ですよね、うん、まあ、ウリタさんもあれか、そんなに知り合いじゃないのか。そうですかね、ただまあウリタさんもダリューさんって言ってて、うん、ダリューさんもおーウリタみたいな感じでちょっとあれだったんで。ああ、そうなの。そうですね、へー、ウリタさんよりやっぱ年齢は上ですけど、うん、まあ、ちょっとどうすればいいか、どうするか。オーディション出てきたらちょっと面白いけどね。僕はなんかちょっと嫌だな。なんでなんで、そしたら俺も行くよ、オーディション。本当ですか。うん、なんかあのだって足ポキ君は保護者出してきたんでしょ。そうっすね。じゃあこっちも保護者だから俺が行くべきでしょ。本当ですか。うん、そのガリューさんとやら、そうっす、出てくるんだあれば、はい、なんか次出てくるみたいな話はしてたんで、うーん、本人がどれだけやる気があるかってのは分からないんですけど、なんかガリューさんは次オーディション行って、まあ、潰してやるかなみたいな感じで。あ、そう、はい、まあそのさ、オーディションでさ、先生堂々来てくれるんだったらいいけどさ、陰でやられるんだよね。そうですね、なんか闇討ちとかさ。闇討ちとか怖いですね。まあじゃあちょっとそれ気をつけながらオーディション、じゃあ俺行こうか。あ、本当ですか。うん、ああ次、12ですね。12で出てくる、はい、もしあれだったら萩原さんがその、ね、あの絡まれたら出てってくれれば、うん、じゃあ足ポキ VS 樋口の前にパパ同士でそうですね、パパ同士でやるかな。どうですかね、あの萩原さんとガリューさんの試合とかって結構試合になるかね。ガリューさんが今どれだけ動けるかによるんじゃないですかね。そのオーディションで、まあ樋口を守るために行くのはいいけど、試合に発展するかな。向こう試合する気で来るのオーディション。オーディションだけだったらちょっとだったら試合出てほしいですよね。どういう気持ちでオーディション行くって言ってるのが、その今回親父でもないのに親父と名乗って、そうですね、こう樋口に、はい、どういう目的で文句言ってきたのか。そうです、まあ、その辺オーディションで聞いてんのか、はい、だって大河君だってそうですもんね、あの否定してましたもんね、師匠じゃない、うん、そうだね、動画で、うん、父親じゃない人が父親だと名乗って樋口に文句つけるっていうのはなんかあるね。ああ、そのもうこの作戦じゃないけどさ、どうしたいんだろう。うーん、次のオーディションいつなんだろう。多分おそらく次の大会が5月って言われてますもんね。13でした、12か、12が5月って言われてて、ってなるとオーディションは4月ぐらいです、ね、うーん、
それ面白いですね、バリューさん出てきて。そうだね。いや、いいよ言っても。本当っすか。うん。でも、これ萩原さん出てくるってなったら多分相当また盛り上がるでしょうし、うん、ガリューさんも多分おそらくですけど、なんであんな父親役の人で出てきたかっていうと、多分ガリューさんも絶対数字が欲しいんだと思うんですよ。ああ、売名？売名だと思うんですよ。だったら乗っかってきて、ね、欲しいですよね。それでもまあグッチにあんだけ脅されてるからこっちもね。そうですね。僕もこうやってやっぱケツ持ちとして萩原さん出すのはすごい情けないことだなと思うんですけど、相手はやっぱヤクザなんで、ちょっとヤクザなんで俺が出てるんだよ。まあグッチは困ってるんだけどね。ちょっとそっか、まあオーディション以外のところでなんかなければいいけど、はい、そういうなんか YouTube とかでね言い合ってるぐらいだったらいいけど。言っても立ちの悪いおっさんだから何してるか分かんない。さすがにそういう卑怯なことはしない人だとは思うんですけど、やっぱ怖いじゃないですか、ああいう人に落とされたら。まあいずれにしても一回話したいね。そうですね。まあじゃあガイエさんにはねちょっと住民のオーディション来てもらって。そうだね、もし何か連絡があればさ、はい、あの向こうだって足こきが出してきた、要はケツ持ちだからね。そうですね。じゃあ俺話させてもらおうかな。はい。ってことなんで、ガリューさん、うん、ぜひね、あの僕のケツ持ちの萩原さんと話し合ってください。あのね、そうですね、まあ、オーディション来てもらえれば僕の方も別に金網で話し合ってもいいし。ああ、いいですね。あるもんね、オーディションとか金網 ね、うん、絶対数字欲しいんだったら乗っかってきてほしいですね。ガリさん出てこれるかな。だけど自信があるんだったら初めからオーディション出てきてない。そうですね。それをワンクッションを向いて嘘までついて樋口挑発して、はい、何がしたいかちょっと分かんないけどね。まあ出てきてもらっていろいろみんなまで喋ってもらおうとしてんだ。こそこそどういうつもりだったのかってね。じゃあガリューさん、あの、まあ、ガリューさんのアンサーも欲しいですよね。そうだね。もしガリューさん一応この動画見てくれるようにガリューさんにちょっとできれば拡散とかしてもらってニュースとかにもなるように、ね、でも世間ではあれでしょ、足ポキの父親として今あれでしょ、みんな認識しておりますね。だから子供の喧嘩に親が来て出てきておかしいんじゃないのみたいな意見もあるだろうし、はい、ここで実は父親じゃなかったって言ったら、じゃあお前もっと何なんだってなるかな。一応向こうも説明してもらった方がいいかな。はい。僕はもう足こきとやることは確定になっちゃうんですかね。向こう望んでるでしょって。ガリューさんがうちの息子とやれって言ってるわけでしょ。ああ、なんか自分の肩壊した片岡蓮ってやってるんですよ。昔僕と因縁があったってやつで、うん、まあ、クラブセキュリティ時代に出禁になったやつだったんですよ。まあ、そこが悪くて、でそれで他の友達が入れたのに自分だけ入れなかったっていうのをすごい根に持ってるんですよ、自分たちに対して。でそれでオーディションで来て自分のことをぶん投げて肩ぶっ壊してってやってるんですけど、僕はそいつやりたいんですよね、一番。うん、だけどそれがその世間がどう望まれてるかっていうのは分からない。あとはおそらく多分10人も間に合わない肩で、なんで多分 12.5 とかあるんだったら1ヶ月先だったらまだなんとか。 なるほどね。足ポキとその片岡がやってもらうっていうのも面白いですよね。うんうんうん、そっちで、うん、まあその対戦は決めるのが運営と視聴者の皆さん、ね、なんで、とにかくガリエさんのなぜ樋口にそういう脅しをしてきてどうしたいのかみんなの目で言ってもらう。そうですね。ガリューさん、あのアンサー待ってますんで、どうかこの YouTube やってんの、ガリューさん。いや、やってないです。やってないんだ。はい、だから、まあ、ウリタさんの媒体で喋ったりだとか。あ、じゃあ、ウリタさん経由でまた、あれじゃん。そうっすね。連絡もらえれば。はい。いつでもお話は聞きますんで。はい。うちのケツ持ちの、ね、萩原竜星さんが、あの、肩
話を聞いてくださるってことなんで、はい、ちょっと樋口直接じゃもうビビっちゃってますので、はい、すいません、はい、じゃあね、あのね、今回の山本大河君のね件で出てきたこのあれはね、じゃあもう萩原さんにケツ持ってもらうことになりましたので、どうか萩原さん今回もよろしくお願いします。はい、了解。はい、ありがとうございます。じゃあ俺がキッチン話する。はい、よろしくお願いします。オーディションでガリさん待ってます。